そこにおったやん。会えてよかったです。しまった、最後の最後で。専務と遊ぼう。ありがとうございます。よかったね。いいんだ。ここまでじゃ。可愛くつむやな。続いてご案内するのが、こちらです。こちら、はい、宮脇専務さんも教授を務めておられる大阪芸術大学のブースです。はい、ね、学生さんたち の作品だったりとかが、ね、展示されてるんですけど、ほんまに学生さんが作ったんですか、このクオリティ。フィギュアコースの学生さんが、あ、かわいい、カエル、本当やいい造形です、かわいい。あ、頭キャンディー、頭キャンディー、あーすごい。ほんまのキャンディーですか。レジンで複製を取って塗ってるんですね。なんかこれも気になりますね、うん、ねえ、ピラミッドみたいな三角、ね、でこちらの、ま、卒業生の作品もあるんですけど、かっこいい、ね、いろんな作品が展示されてます。これすごい、ね、このゴリラすごいなんか迫力がありますね、うん。大学で一生懸命作ったものをここへ持ってくると、ここでいろんな人に見てもらったり買ってもらったりするので、実地の勉強になるんですね。学生さんが就職したいとかっていうメーカーさんもたくさん出展されてて、でそのつながりを、ね、持てたりとかするので、それからここで卒業していた人たちがここで出しているメーカーさんとかブースさんのところで就職したりというのがたくさんあるんですね。本来ならば学生さんたちがこのブースで、そうなんです、あの展示を自分でやったりとか、自分たちの持ってきたものをここに並べて、うん、実際にお客さんとお話しながらやるんですが、うんうん、また落ち着いたら学生さんたちもいっぱいね、で、みんな楽しみにしてますので、早くこれも作ればいいなと思ってますね。はい、はい、すごいいいものを見れて嬉しいです。ね、あの多分ココナちゃんと同じ10代とか、ね、同年代の学生さんたちが頑張って作った作品なので、すごい、なんかいいですね、刺激を受けるというか、同世代がね、そうですね、めっちゃ綺麗。自分で作っただけじゃなくて、仲間が作ったものを見ながら勉強していきますから、それがやっぱり違うんですね。ありがとうございます。ありがとうございました。だいぶね、はい、時間も経ってきました、はい、ね、あ、なんかね、お目当てのブスがあるんですけど、うん、あるかな、もう売り切れてるかもしれない、ちょっとそこ早く行きましょう、はい、あ、ね、あ、そこあ、ここ、ここか、はい、あ、すごい、アートニルさんのカニペンホルダー、かわいい、アーニトル、うん、アーニトル、今日はあれですね、カニを結構たくさん見てますね。めっちゃカニとカエル多いですよ、うん、多いですね。おばちゃんがね、そういう生き物が大好きなので、ついちょっと生き物多めになってるんですけど、あえてカニでペンを支えたり、そう、かわいい、すごい、なんか頑張ってる感じがすごいいいよね、うん、カニはカニでもいろんな形とか、うん、種類で全然違って見えますね。売り切れちゃってるかなと思ってきたら、はい、あ、大丈夫ですか、お目当てのありますか。このね、カニペンホルダーがね、ツイッターで拝見してすごい可愛いなと思って、うん、そう、僕自分で全部色塗って、おちょっとメタリック入ってパールが入ってる、パールが入ってるのもあれば、うん、ないのもある、これとか綺麗、本当だ、うん、なんかグラデーションね、1800円になります。値引きされてます、なんかカニさんがこうよいしょってよいしょって持ってる感じがすごい、ね、頑張ってる姿が可愛いですね。めっちゃ可愛い、うん、青が好きなので、やっぱちょっと青っぽい、あ、どうしようかななかなか決められない、どうしようかな、すごいですね、ちょっとグラデーションかかってるのも可愛いですね。今結構流行ってるって言ったの、流行り、はい、流行りのカニ、バイカラー、今時流行りのカニか、じゃあもう この子で、じゃあ、あ、
と離していただければ綺麗です。はい、はい、すごい、はい、すごい、はい、ありがとうございます。やった、カニホルダーゲットだぜ。おイエーイイエーイ、ね、カニを持っていた、はい、もう普通に渡すようになりましたねもう当たり前になってきてます、ね、ありがとうございます、はいはい、すごい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。体験コーナーにやってきました。どうしてるんでしょうか。あの毛染めに行ってます。毛染めに、はい、昔の茶色に染めたいらしくて、意外意外あのまさか僕もここに飾られてると思ってなくて。はい、こちら、はい、このみんなのワンフェスメッセージボードのコーナーです、これ今回初めて、あの登場した場所なんですけど、まあ、2年ぶりの開催ということで、ね、ワンフェスに対しての熱いメッセージをね書いて、ね、私たちも貼りましょう。すごい、ね、貼りましょう。すごい、いっぱいいろんなの書いていらっしゃいますね。まず読んでみましょうかね。2年ぶりのワンフェス開催おめでとうっていう言葉がいっぱい書いてありますね。ワンフェス楽しいですとか、ね、ワンフェス最高とか、最高とか書いてる。見てください、はい、センヌと遊ぼう最高の配信番組。あ、すごいメッセージ書いてくれてる。うまい、書いてくれてる。嬉しい。うわ、すごい。これ専務の新潟絵じゃないですか。すごい。めっちゃ似てるけど、だいぶ太らしてますね、これ。結構、ぽっちゃりな感じ。イラスト描いてくださってる方もね、いらっしゃる。ね、嬉しい。大阪から来ましたって。お、嬉しいですね。すごい。じゃあ、私たちもメッセージ書いてみましょうかね。そうですね。はい。
何回かに損じてるんです。めっちゃ間違えるじゃないですか。めっちゃ間違えた。ごめんなさい。2年ぶりのワンフェス楽しかったです。またみんなで撮れますように。ああ、じゃあココナちゃんは、あ、専務と遊ぼう、ぜひ見てください、ワンフェス最高って書きました。サインも書いてある。はい、いいですね、サイン付き。専務寝るなよYouTube の時すぐ寝るから、ね、はい、あと爪噛まないでって書いておきましょうか。あ、爪噛まないで、ね、追加でイライラすると爪噛むから全部。あ、いいですね、いいですね、はい、じゃあ貼りに行きましょう、貼りに行きましょう、はい、ね、私もじゃあ似顔絵の横に貼って、似顔絵の上に貼ろうか、ね、すごい囲まれてる、囲まれる。おー、いい感じ、いい感じ。あ、あれあれ、広報って書いてるんですけど、あれ、え、あれ、しまったいや、あの広報の友達で今日は代わり来てるから、代わりに広報って言ってたんですよ、はいはいはい、ね、どんな、僕が広報なはずないじゃないですかちゃんちゃんワンダーフェスティバル2022、うん、冬、はい、1日回ってみてどうでしたか、うん、もうめちゃくちゃ充実した1日でしたね、うん、なんかもうワンフェスの凄さ、うん、改めて実感できたというか、うん、今回の歴史に、うん、加われた感じがして、うん、そうだね、めちゃくちゃ嬉しいです。回、うん、りきれないぐらいもたくさん興味があるフィギュアがあって、うんうん、本当にもう全部楽しかったです。本当にもうワンフェスをもう高く評価します。あ、素晴らしい、素晴らしい。誰やねん、誰やねん、よっしゃかね来たかったけど来れなかったっていう方もたくさんいらっしゃったと思うので、うん、ぜひお二人にまた、ね、来年以降のいつものワンフェスも見ていただけたらいいなと思います、うんうんうん、今日来られなかった皆さん、また次回楽しんで行ってきてください行ってきて、どこで専務は喋ると止まらない、候補喋れず